よし、テラリアマスターモード、全アイテムコンプリート展示目指して続きやっていきましょう。今日はデュークフィッシュロンですね。討伐とドロップ武器コンプリート展示まで、行きたいと思います。じゃあ段取りしていこう。まずは使えるかどうかわかりませんが、キノコバイオームに住むトリュフからもらえるというか作れる、翼をまず作りましょう。こことかいいね。ここにしよう。お、もう来た。よー、トリュフいらっしゃい。で、このトリュフから買える、これか。あー、トリュフ死んだ。おーい、あはく、首だけ。で、このトリュフから買える、これですね、オートハンマー。一応これ買っとくか、展示用で。で、確かクロロファイトとグローイングマッシュルームで、あーいいね、シュルーマイトバー、あった、ホバーボード、これをちょっと今回使おうかなと思います。あれ、そんな早くないね。あ、そんな早くないね。こっちの方が早いわ。ごめんなさい、使いません。この魔法の砲器で行こう。いや、めちゃくちゃ早かったイメージあったんですけどね、そんなに早くないっていうね。OK。まあ今回はトリュフを呼び出しただけということで。よし、じゃあ海に行ってみましょうかね。今回はこのスカージーコラプターが空中戦なんで使えないんで、前回ちょっとハマりそうになった魔法武器で行こうと思います。マナポーションもいっぱい持って行きましょうか。さあ来い。勝負しよう。とりあえずこのバットセプターで動き、おっと、動きが早いって噂なんで、とりあえずは大丈夫。第3形態まであるはずなんですよね。とりあえず第1形態は大丈夫と。来たな。これが第2形態かな。あー、強い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 。回復回復。大丈夫かこれ。弱くねえか。そんなことないね。油断したらいかんね。来たよ。次が第3形態か。うわ、強っ。あー、倒した。倒しちゃった。1回で倒しちゃった。マジか。いや、嬉しいけど。まあ、じゃあ、フィッシュロン、とりあえず乱獲しますか。あー、まずい。回復。あ、死んだ。あー、第3形態をちょっと安定して倒せるようになりたいね。オッケー。まあ、第1、第2形態は、大きく避けていれば問題ないと。あ、こっから。ああ、マジか。さっきのはまぐれやったみたいですね。はあ、わかった。わかったよ。わかった。多分、第3形態は突進しかしてこない系ですね。もう、荒れ狂った AI な感じがしますね。なんで、まあ、とりあえず第3形態まで行ったら、避けて、これで避けると。違いました。これどうやって倒すんだこれ。やばい。一回目のはまぐれやったみたい。どうしよう。やり続ければ突破口が見えるはず。2連続ダッシュは絶対に逃げれないんで、ダッシュやろ。で、ワープしてダッシュ。で、もう一回ダッシュ。ワープしてダッシュ。あー、痛い。マジ？全然勝てんないけど。ダッシュは斜めに避ける感じやな。オッケー。来たな。ダッシュ、ワープからのダッシュ、ダッシュで、ワープが来るんでダッシュ。はあ、ダッシュダッシュ、いいねいいね。ああ、ダッシュ。いや、もうちょっとな気がするんですよね。で、第3形態に OK。 ああ、ちょいやばい、マジで勝てん。オッケー、行くぞ。ダッシュの避け方ね。これで第2形態。回復しに降りる。来た、第3形態。ダッシュからの、こう、こう、ワープ、ダッシュ、ダッシュ、もう一回ダッシュ。あ、倒した。
ダッシュの回数が増える。まあ別にそれでなんか思いついたわけでもないんですが、3回目のダッシュはもう避けれないんで、ダッシュダッシュみたいな、ダッシュダッシュカオスロットみたいな、よろしくお願いします。来た、ダッシュ来る、ワープしてダッシュが来る、もう一回ダッシュが来る、ワープしてダッシュが来る、もう一回ダッシュが来てダッシュが来る、ダッシュが来て、ダッシュが来て、ダッシュが来る。オッケー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 。いいね、いいね、いいね、いいね。あ？日食来たよ。やっちゃおう、やっちゃおう。トラップ行くか。このネイルヘッドがね、硬いっすよね。硬い、硬い。おっと。オッケー。オッケー。13匹目。あと137匹？しんどいな。モスランのバナー集め。くー、よいしょ。さあやりますよ。なかなかね、安定しないんですよね。よいしょ。あ、来た来た来た。よっ、2回、次3回来る。12の3と OK。 1回、はい、2回、2回、はい、1回、オッケー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 、安定してきた。なるほどね。さあこの感覚を保ったまんま、オッケー、12の3回ダッシュ、オッケー、ブルーリン、おー、もう来た。で1回ダッシュの1回の2回ダッシュで1、2、3回ダッシュで1回ダッシュに戻って1、2ので3回出してくる。1、オーケー、楽しい。おっと、完全に取り乱した。さああと8個ある。どんどん行こう。もう攻略法は分かりました。ダイジェストかな。ダイジェストであと8匹行きましょうか。で1回、オーケー、もう余裕。パターンさえ読めればもうこっちのもんですよ。はい、1、オーケー。1、2の3。1、死んだやないかい。2の、あ、やばい。あー、くそ。1、2の、はい、1、オーケー。くー。気持ちいい。あと2個か。1回、2回、3回。オーケー！クー！お、トロフィーゲット。もう、墓場になっちゃった、ここ。お金トラップだったのに。さあ、ラスト。いきますか。勝って終わりたいよ。ラスト行こう。さあ、最後だ。1回の2回と。1回と、あ、こっちだ！よし、お疲れでした。さあ何匹だ。9匹出るかな全部。まずは、デュークフィッシュロン討伐と。オッケー、じゃあ開封しますか。5つ武器がありますね。9個あれば出るでしょう。いくよ。ちょ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 、おっおっ、出たんじゃねえか。出たやろ。1、2、3、4、5と。オッケー、ついでに翼もゲットと。いやー、揃った揃った、よかった。何これ、あ、ミニオンか。いやー、いいね。フレイロンの翼、肌がついてめっちゃ飛ぶ。これクソ強えな。ふふーわふふーわ、これやばいでしょ。見た目は派手やけどそんなに強くはない。お、ちょうど日食か。じゃあちょっと日食を終わらせて、展示パート行きますか。死んだ。さあなんとかコンプしました。飾っていきましょう。はい、アワーアタックですね。フレイロン、派手さは天下一品ですね。津波、これもアワーアタック。バブルガン、これは音が気持ちいいですね。ラゾルブレード台風、竜巻と一緒に戦います。テンペストスタッフ、今回出番のなかったトリュフが撃ってくれました。ムッシュルームスピア、同じくトリュフが撃ってくれました。
ハンムシュ。ちょっと急遽現場で作りました。リッチマボガニハンマー。この辺もね、ちゃんと作らないと埋まりませんね。よし、武器道具はこんなもんかな。バナー行こう。今日は日食2枚だけかな。ハエ男。と、リーパーコンプリートと、オッケー。だいぶ集まってきたな、バナーも。ちょっとここらで一発カメラ撮ってみますか。よいしょ。おー、半分ぐらいですか、だいたい。じゃあ、この調子でコンプリート目指していきましょう。次回もムーンロード戦の前に、残りのコンテンツを、紹介していきたいと思います。次は、オールドワンズアーミーですかね。の上級編。ちょっと中級編飛ばしちゃったんで、上級編で、オーガとベッツィのドロップ品を狙っていきたいと思います。で、その次が、あれですね。エンプレスオブライト。あれを忘れてました。コメントをもらって気づきました。で、ムーンロードかな。って感じで、進めていきたいと思います。それでは、また次回ありがとうございました。